風呂に入ってきたんで、もう綺麗です。綺麗、綺麗、綺麗、綺麗。今日暑かった。いや、やばかったよ今日。マジで汗やばいって思うもん。今日はほんと暑がりの人が、もし暑がり汗かきの人がいたら、もう本当に大地獄だっただろうなって思うぐらい、めっちゃ暑かった。いや、暑すぎたよね普通に。なんかまず光光線やばかったし、ターンって光光線みたいに暑かったし、あれってセミ踏んじゃった。やだ、気持ち悪い。セミ踏んじゃったの？セミのたたり来るかもね。キャー、怖い。怖いよー。セミのたたり怖いよー。セミのたたり怖いよー。キャー、なんて日だー。最悪な日だー。セミが来るぞ。セミ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 。でもね、あるよね。わかるわかる。自転車で踏んだことはあるよ。なんか普通に帰っててさ、坂とかでさ、ピューってさ、降りるじゃないですか。時にさ、トンボ踏んじゃったことはある。もうさ、下り坂じゃん。そんなのさ、もうさ、どうにもならんわけよ。カシャッカシャッてか、カシャッて言って最悪だーってなった。なんでもたーって。まあ学生の頃の話ですけどね。もう学生の頃に、なんトンボが死んでたんですよ。なんかすでに多分地面にいたんで、それでシューってやって降りてる時にやっちゃったね。まあでも多分ね、そう、多分ね、もうすでに死んでたんだろうなとはね思うんですよ。まあだってさ、そう思うじゃん。いやだよね。ゆりなさんに踏まれたい人生ですか？嫌です、嫌です。私は嫌です。誰か踏みたいっていう人に踏んでもらったらいいと思います。好きなラーメンは豚骨。いや、まあ豚骨に限るでしょう。もう豚骨一択、例えて豚骨一択ですね。
やっぱり豚骨ってさ、なんであんなに美味しいんですかね。もう本当にもう美味しすぎてさ、感動しちゃうよね。なんかさ、もうさ、なんであんなに美味しいのかちょっと分かんないですけど、本当に美味しいよね豚骨って。マジで博多行って食べたいわ豚骨ラーメン。なんかね、いつだったっけな、いつかの時にこあのなんだっけ、ライブ総選挙かなんかの時、博多でやった時は豚骨ラーメン食べました。なんか楽屋に豚骨ラーメンあったんです。そういうやつがあったんですよ。それでなんか並んでラーメン食べたのが思い出です。でもなんかうちらは西の人間は、まあ、なんか良かったですけど、やっぱ東の人の地域に住んでる、特に東北に住んでるこのメンバーが豚骨のあの特有のちょっと臭いじゃないですか、匂いが。わかる、独特な匂いってあるじゃん、あのちょっとこう、ちょっとまあ決していい匂いではない、こうちょっと独特の臭い匂いがあるじゃん、あれがダメだっつって、結構やっぱ作ってくださってたのは外だったんですけど、廊下までやっぱ匂いがすごい来てて、そうだから無理って言ってて、でそのなんか美味しいよ、食べたら美味しいよって言ったんですけど、でもなんかもう匂いがあの匂いだから食べたくないって、そう言ってましたね。やっぱりまああるよね、独特な匂いだからさ、まあねとは思ったけどね、美味しいんだけどね食べたらね、その美味しさも分かっていただきたいんだけど、美味しいですね。でもまあ確かに匂いが、人って匂いで結構判断するじゃないですか。まあなんか食べ物がちょっと腐ってんじゃないかとかっていう判断もさ、結構こう匂いでこうやって匂って、あ大丈夫だなとかって判断するから、確かにね匂いがさ、なんかダメだっていう、あのそういうのがあるのはすごくわかります。私もに匂いがダメな食べ物とかめっちゃある。それこそ言ったらさ、らっきょとか、まあ、とりあえず酢の物の匂いがまずダメなんですよ私。だからそういうのとか、そういうのはやっぱあるよねって。でもめっちゃ美味しいんだけどな豚骨ラーメン。豚骨ラーメンほんと美味しい。食べれないのほんともったいないですよね。あんなに美味しいのにもったいない。私一蘭とか行ったことないんですよね。一回でいいから行ってみたくて。そうめっちゃね、いつか行ってみたいなって思ってる今日この頃の、現在17時11分です。あーフレグランスね、確かに確かに。なんか私結構甘い匂いが好きなんですけど、甘い匂いが苦手な人とかいますよね。こうバニラ系とか綿菓子っぽい匂いとか結構好きなんですけど、私はなんかあんまりそういう甘ったるいのが好きじゃなくて、どっちかというとこう柑橘系のさっぱりしたのか、こうラベンダー系の匂いが好きっていう人もいるよね。私ラベンダーね、ものによるんだよね。
ラベンダー系の匂いって。なんかさ、ブランドによってもさ、ラベンダーの匂いって結構違うじゃないですか。なんかラベンダーとかお花の匂いってちょっと一歩間違えたらさ、なんかさ、どっかのさ、ちょっとこうなんか言うのも申し訳ない、ね、あれの匂いしません？お手洗いの匂いしません？わかります？なんかショッピングセンターとかそういう時に出てきたさ、匂いしません？多分ものによると思うんですけど、そう、なんかそういうのがよく使われてるイメージなんですよ、お花の匂いって。そうだから私あんまり好きじゃないんですよね。私はバニラ系の甘い匂いがすごく好きで、そうなので、お部屋とかのこういう今お部屋とかに置いてるやつは結構甘い系の匂い、お花でも何かと混じってるこう甘っぽい感じのお花の匂いとかバニラ系の匂いとかが多いですね。そういうのがね、私は好きです。でもやっぱ王道的に人気がやっぱりあるのはサボン系、なんかシャンプー系、石鹸系とか、あとは、まあ、ラベンダーとかバラ、ローズかとか、あと柑橘系とかがやっぱり人気そうっていうイメージはある。そう、私は甘い匂いが好きなんですけどね。ちょっとコメント欄見てたらあんまり甘い匂いが好きそうではなさそうな人が多くて、ちょっと私と合わないですね、趣味が。私と合わないですね、趣味が。悲しい。PM、 まあでも私あんまりな、香水はつけないからな、正直言って。柔軟剤ってそんな匂いきつくないじゃないですか、匂いはしたとしても。そうだからね、いいですよね。私普段あんまりね香水はつけない人だから、そうなの。だからなんかそんなにめっちゃっていうのは、柔軟剤がメイン。自分は柔軟剤、柔軟剤って感じ。そう、お
香水のブランドありますかって、うん、特にない。私全部匂いとかで決めてることがすごく多くて、今めっちゃ欲しいのはあのサボンのなんだっけ、あれボディミストだっけ、あるじゃん、あれがね欲しいんだよね。めっちゃいい匂い、なんかすごい万人受けの匂いするじゃないですか。誰がこう匂ってもあいい匂いだねっていう匂い、なんだっけ、一番人気の匂い、石鹸系の匂い、あれね、あれいい、あれがね欲しいなって思ってるんですけど、まあ持ってないんですけど今。そう、私が今持ってるの、今持ってる香水はディオールとシャネルとジルのやつ。今使ってるのはディオールの香水をよく使ってます。ちょっと前までシャネルのあのよくさあるあの一番ド定番のこの丸いピンク色のさ、こういうやつあるじゃん、こうなってるやつ、メロン見てなかった、こういうやつあれ使ってたんだけど、シャネルはね匂いがすごくきついのでやめた今はディオールのやつ使ってるんだけど、そうサボンのやつがね欲しくて、そうなんか万人受けのやつやつが欲しくて、欲しいなって思ってるんだけどね、今買いに行けないからさ、もう買いに行けないからね、もう買いに行けるようになったら買いに行こうと思ってる。それまでは待ってるやつ使おうかなと思って。なんかね、なかなかその売ってるところが少ないじゃん。そう。なんかさ、なかなかね、あんまり見かけなくない？うん、しかも今外出れないから、そう外にね出れないから、そうだから、まあ、今使ってんので我慢です。まあ、あとはねもうシャンプーとリンスとかトリートメントとかボディーなんだっけ、あの洗剤、石鹸、洗剤、入浴剤、あ乳軟剤か、あれの匂いでいいですねって感じそうそうそう、そうなんですよね。フェラガモのインカント系が爽やかな感じ。何インカント系って何、インカント系って何なんだろう、何系なんだろう。フェラガモは聞いたことあるな、インカント系の意味がちょっとわからん、調べてみるね。インカント系、ちょっと待って、うん、電波悪い、ネットつながらないんだけど、あ出てきたよ、出てきた、フェラガモインタンガントなんちゃらかんちゃら、いや匂いの系統を知りたいんやけど、このビジュアル出てこられても困るんやけど、こういう形をインカント系っていうんかな、あ商品名なんだ、匂いの名前じゃないんだ、インカント系っていうなんか系統があるんかと思った、そういう匂いのこのシリーズのことを言うのが、このシリーズのこと、そういうこと、ちょっと知らないですね。いい匂いなんですね。まあ匂いって人それぞれですよね。
調べるとなんかよくわからんかな。でも香水がきつすんぎる人は無理。鼻痛い。あと香水がきつすぎる人はね、パリピのイメージしかもう私の中でないの。香水きつい人はなんかパリピーパリピーみたいな、イエイイエイみたいなイメージ。すごい近寄りがたい。めっちゃいい匂いだ、あの普通にいい匂いぐらいがいい。もうなんか匂いの主張があまりにも強すぎるとちょっとってなっちゃう。あ、いい匂いぐらいがいい。なんかいい匂いどん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 みたいな、ちょっとああ強い強いってなっちゃう。香水は仕事用とプライベートで使い分けてるよ。だって、おやっぱ仕事用はこうある程度あんまり癖のない、こうあこれはシャンプーの香りなのかな、これはリン柔軟剤の香りなのかなみたいな感じか。いやいいと思う。うん、でも分かる、そういうのが一番いいよね。私は使い分けてないわ、全部一緒だわ。なんならそうね、プライベートはあんまり香水つけてない方の方が多いかな。プライベートってさ、私服着てるから柔軟剤の匂いするけんいいかなと思ってんの。仕事だと衣装着てるからさ、まあ、自分のやっぱいい匂いした方がテンション上がるやん。だから香水つけることもあるんやけど、まあ忘れてることの方が多いな。持ってってんねんけどつけんの忘れんの、いつもことめっちゃある。持っていき損いつもすることある。なんかつける習慣なさすぎてマジでつけること忘れんねんな、バタバタしてると。ってね、確かにね。でもね、わかる、なんかつけててさ、うわいい匂いとかってなるじゃん。でもさ、だんだん鼻って麻痺してくるからさ、その匂いに慣れてくるよね、鼻が。そうなんかさ、こうやってつけててさ、めっちゃうわいい香りと思うじゃん。でもさ、なんかさ、匂いってさ、その鼻って麻痺してくるよね。
ちさ前さ昔さお話し会の時にさそれこそそのさシャネルのさ丸いやつつけてたのね。したらさファンの人にさ臭いんだけどって言われたことあんの。めっちゃいい匂いなんだよ。だけど、多分きついんだろうねあの匂いが。まあでもシャネルの匂いって結構きついじゃん、強いからさ。そうそう臭いんだけどって言われて、えっだってめっちゃショックだった。えっと思って、そうあすいませんって言ったけどさ、びっくりしたよね。いい匂いだねとは言われるの。なんか隠すときとかさつけててさ、え、いい匂いするねみたいな、って本当みたいな、ありがとうみたいな感じでさ言っとったんだよ。だけどそう初めて言われたんだけどめっちゃショックでさ、えと思って。初めて言われたのいい匂いだねとは言ったことあったけどさ、臭いんだけど、すいません、それの匂いが合わなかったのかなって思ってさ、ごめんなさいびっくりだよね。え、僕の1回だけあったの昔。やばくない？あ、やばい、充電が、え、充電がなくなっ、なんで、よし、じゃあもう充電がなんか知らない充電してたんですけど 10% 切ってもう29分になったので、ちょうどランキングを読む時間なのでランキングを読みたいと思います。13位ニューネームさん、12位ミュウさん、11位シンドさん、14位さん、ヒートシさん、8位ナカさん、7位食べすぎ飲みすぎさん、6位ナッティさん、5位ツッチーさん、4位ミクラさん、3位岡山さん、2位メトロポリスさん、そして今日の第1位はイミガンさんです。次がありがとうございます、イエーイ。次がですね19時なので1時間半後ですね。次の枠は1時間になりますので皆さん、1時間なんですけどもお付き合いいただけると幸いです。それじゃあ皆さんまたね、バイバーイ。